はい、それじゃあやっていきたいと思います。校内散策、現実の八十神高校との共通点。気になるとこっすね。どうかしましたか。くすんだ壁、クラシック。なるほどね。あ？確かに。おー、なるほど。評価してますね。あっちゃー、なんだって。なるほどね。あんまあれなんだ、現実のあれと変わんない感じなんですね。まあね。ああ。たく。まあ、あの学校は特別だからね。そうか。なんだ。おう、そういえば、唐揚げ。どうしよう、肯定してみる。いやいや冷静に突っ込まれた。何もなかった。突っ込まれて終わった。来たー、皆様お待ちかねじゃないですか。行きましょう、日和純平アワー。おう、お、来ましたね。やばいな、出鼻くじいてくスタイルだな。あ、嘘。おう、なんで気増しになってるんだが。いや、違うっつの。かわいいな。あ、ボイスはないんですね、今回は。遊園地のお化け屋敷。はいはいはい。A ちゃん。みんながいるところだよ。ちょっとあれですね。深い深い。井戸。あれかな、お岩さんとか出てきそうな感じの。
うわ、これはちょっと怖いですね。うん、話し方的に稲川っぽいよね。うん。たくも。おお、番長、番長の評価高いですね。あ。なるほど、そんなことしたら多分ちえちゃんが大変なことになってしまう。なるほどね。ちょっと、あ、いたね。お化けなんかより全然怖い人いたね。どうした？おお、A ちゃんはきっとあれなんだよ、アイギスちゃんだったんで、あのジェット群車で帰ってきたんだよ。うん。はっ、女の子なんかしちゃいかんからな。食べずにはいられない、飲まずにはいられない。うん、え、せやな。うん、純粋すぎるな。うん、そこがとても魅力的です。これ俺すごい一番気になってたんですけど、行きましょうか。うん、ふぅ、 あジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップっていうかもうか普通に時代が違うからな。うん、真田さんは渋くなってて、風花ちゃんは髪が伸びてて、みつるさんはなんかさらに高貴な存在になっててね、みんなね、うん、純ちゃんは野球やってるし、ゆかりちゃんはモデルさんやってるしね、うん、変わんないのってアイギスだけか。うん、まあそうなるよな。ああっと、宇宙旅行、ん、ははやれやれ。真田さん、はあ、うん、マジ、え、ちょ、おいおい、露骨やな。これにしようか。うん。うむ。お？ああ。タイムパラドックス。メタルギアソリッド3だな。まあ楽しみがなくなっちゃうよね。うん。あっと、まずいですよ。うん、うん、
ちょっと。そうだね。ああ、サービス精神だったんだね。嘘でもない。え？おお、さすが直樹君。あー、なるほど、そういう風につながるのね。でも、うん、間違いない。うん間違いない。確かに。この Q のバージョンのあれですね、ラビちゃんとか、うん、Q のバージョンっていうか、 なんて言えばいいの、そのまあ、うん、Q でね、ラビリスとか、うん、見たかったっすね、メティスとか。いや、よかったね。うん、さてと、じゃあ、そうだ、あれだ、依頼があったんですね。あれ ?4 つ ?3 つじゃなかったっけ。討伐、合コン喫茶の FOE。 あ、俺これやってなかったんだっけ。あー、やってなかったっぽいな。やるか。これ期限なくてよかったわ。じゃあ次からは、そうっすね、探索依頼いきますか。じゃあ一旦切ります。はい、というわけで、ですね、依頼だ、うん、合コン喫茶の FOE、 愛の天使を撃破してください。これと、そうだね、合コン喫茶の方からやっていきますか。これね、そうだよね、前のやつだよね、うん、で、何これ、生殺与奪バッジ、すげえ気になるけど、うん、これはあれか、またテオドアが何かやってくれるのかな、うん、よっしゃ、行きますか。強そうだな、ボス。うん、あ、やべ、ようこそ。つい忘れてしまう。帰れる、戻れる、モノレールみたい。現在のフロアに入ってきた場所。あ、マジか、熱いな。いくらぐらいなんですかね。うん、オッケー。 あれちょっと買っとこっかな。ちょっと待って、傷薬45円で、あー、そっか、これ4個買ってとかって一瞬思ったんですけど、戦闘じゃないときはいいけど、戦闘中はターン数を考えるとやっぱこんぐらいになっちゃうのかなっていう、うん、あ、これ一列なんで全体じゃないんだね、うん、この辺はさすがにな、買えんでしょう、うん、いべ、うん、行きましょう。またのお越しを。クマってそういえばあれっすね、炎弱点かなとかって思ってたら、あれ普通に、うん、普通に雷、うん、電撃弱点だったっすね。いろいろ忘れてる。うん、入り口から、ん、ちょっと待って、入り口からでいいんだろ。キューピッド、ついにあいつとやる時が来たか。レベル結構上がったかな。ん、ああ、そっちのあれか。ようこそ、あ、迷える子羊さんたち、ここは2年2組の出し物だ。この声ね、すいませんでした、アナウンス全然似てなかったね、読み上げソフトと。うん、はじめましての人も、はじめましてじゃない人も、どうもどうもこんにちは。一緒のこと言ってんな。こ
ここは簡単な質問に答えるだけで運命の相手が見つかってしまう最新技術を駆使した出し物なのだ。君はやってもいいし、やらなくてもいい。いやいや。やります。おい。あ、これミツル様とかも見たいな。うん。せっかくだからあの4のキャラとの絡みとかも見たいかな。せやな。ノリがいい。え？ああ、なるほどなるほど。さてと、じゃあ、まあ FOE と戦いつつ、もう一回やってみますかね。うん、ワクワク。あ、これあれだな、質問の部屋印つけといた方がいい。いや、まあいいか別に。再チャレンジしますか。あ、あとですね、あのここあの箱宝箱でっかい宝箱取り忘れてたんですけど、あの雷神の腕輪が出ました。うん、やるか。どうやら見つけてしまったようだね。え？君は禁断の運命の選び直しに足を踏み入れてしまった。おう。簡単な質問にフィーリングで答えれば新しい運命の相手がわかるぞ。ほう。それでは早速第一問だ。ちえちゃん行くか。愛があれば年の差はおろか性別も関係ない。ははそれで本当にいい。めいちゃん。あれ、俺もしかして。うん。確かに。なるほどなるほど、だいぶよく解釈したね。俺やべえ、間違えちったよ。これはもう荒垣さん。あらら。なるほど。いいね。これみつるさんもなんかちょっと全員見たいけど、さすがにそれはあと1回にしときましょう。ミツル様とかお姫様抱っこしてえだろう。うん、どう考えてもされるよりする方が似合うだろうけど。オッケー、いいですね。いや懐かしいなこれ。結局おばあさんだろう、買わなかったっていうね。うん、この敵なら楽勝でしょ。出ました、ガザドレディ。しましたね。うむ、レベル上がったんだな。今のは楽勝でしたね。今やってるダンジョンがどんだけきついかがよくわかるな。きついよマジで。うん、しゃあ、断った方がいいよな。うん、どうしよっかな。ヒトエビ、アイギスに貝持たせとこ。うん、風花ちゃん、うん、なんかあるかな。浄化の雨、味方全体の状態上と。お、いいね、よし。ちなみに他になんかリアナ、リアナンシー、ああ HP は 5% 回復する。
なるほどなるほど。まあいいかな、とりあえず行ってみよう。あれキューピッド、こいつなんか金だけど、こいつでいいんだっけ。こんな時のためのテキペディア。あ、今一回落ちたな、大丈夫か。うん、おお、愛の天使、ああ違かった、恋の使者、これね、これどうなんだろうな。あ、二次会なのかこいつ。とりあえずこいつちょっとやってみますか、試しにやってみようぜ。つって痛い目を見そうな、いくぞ。お、勝てない相手ではないであります。浄化の雨は2なんだね、うん、行かせてもらうぜ。どうしよっか、弱点あんのかな、ちょっと弱点探りから光る。ジオ、あ、ちょっと待って。グフにしよう。うん、で、ガル。アサルト。よっしゃ。頼む。なんか大丈夫そうな。あ、炎が弱点。幸い炎系がいっぱいいるぞ。7、3、炎で攻めろと。あ、なるほどなるほど。あの敵火炎属性が弱点だよ。アギラを、なるほど、 2個弱点なんだな。ケンちゃんはどっちもない感じか。どうしよう。普通に行くか。はい、いいっすか。これ持ってんのか。よし。火と氷で攻める。こいつスパイダーネットみたいなのやってこなかったっけ。いいエリア。しびれた。ペルソナベースアップ。チーム内のシンクロ率が良い感じであります。ケイ。一斉攻撃であります。どうよ、どんぐらい減った？リーダー、まだ麻痺が解けてないよね。むむ。動けないかもよ。ネパトラ、よし攻めるぞ。撫でる。どうしよう、これの方がいいかな。ハイギスエンジンだしな。うん、ほらこと便利だよな。うん、まあ月のカゴがなくなった今かなり重宝する。オルフェウス、うん、本当は消したくなかったんだけどって、まあ未だに未練がましく。ペルソナベースアップ。カオ金時ダージ、うん、えい、電気、あとは任せてください。これ
が僕の力の証明です。ゲーム。は、勝負ですね。オッケー。やっぱこれ強いな。ドゥ。ほら。あ、オルギアって俺そういえばあんま使わないな。たまにはやるか。オルギア俺3の時もあんま使ってなかったしな。やるね。そうか、ジオ系か。やべ、ジオに弱いのが2人いる。こんな時のためのあれか、雷の壁。あ、なでる。オルギア多分もう終わるけど。ほう、オルギア行きます。クマ、ほや。お、あ、そっか、ダメージ受けないといけるんだっけ。2回オルギアモードすごいね。アイリスの攻撃力すごく上がってる。攻めまくるであります。かわいい。しかしもう終わってしまう。オルフェイス、かっこいいです。わーい、すげえ楽勝だったな。まあもうだってずいぶん前だもんな。あ、ハヌマーンだ。ヘイトイーター、雷鳴戦、デスチェイサー。ほー、お見事です。次も頑張ってくださいね。40になりましたね。レベルがアップしたであります。あ、アギライン来た。ヒエント大ダメ。これ覚えたらもうあれか、最後になるのかな。ん、違うか。恋のかけら、とりあえずまあこいつは楽に勝てるぐらいっすね。2回か、行きますか。